大西洋、大西広市、大西洋はヨーロッパ大陸とアフリカ大陸、アメリカ大陸の間にある海である。なお、大西洋は南大西洋と北大西洋とに分けて考えることもある。大まかに言うと、南大西洋はアフリカ大陸と南アメリカ大陸の分裂によって誕生した海洋であり、北大西洋は北アメリカ大陸とユーラシア大陸の 分裂によって誕生した海洋である。これらの大陸の分裂は、ほぼ同時期に発生したと考えられており、従って、南大西洋と北大西洋も、ほぼ同時期に誕生したとされる。大西洋の面積は、約8660万平方キロメートル。これは、ユーラシア大陸とアフリカ大陸の合計面積より、わずかに広い面積である。 大西洋と太平洋との境界は南アメリカ大陸最南端のホーン岬から南極大陸を結ぶ整形67度16分の経線と定められている。また、インド洋との境界はアフリカ大陸最南端のアガラス岬から南極大陸を結ぶ統計20度の経線と定められている。そして南極海との境界は南位60度の遺線と定められている。 大西洋の沿海としては、メキシコ湾やカリブ海を含むアメリカ地中海、地中海、国海、バルト海があり、沿海との合計面積は約9430万平方キロメートルである。大西洋の幅が一番狭くなるのは、アフリカ大陸西端と南アメリカ大陸北東端の間であり、距離は約2870キロメートルである。他の太陽と比較した場合、 大西洋の特徴は、水深の浅い部分の面積が多いことである。とは言っても大西洋に水深4000メートルから5000メートルの部分の面積が最も多いということは、他の対応と変わらない。しかし、全海洋平均では31.7%が、この区分に属するが、大西洋の場合は30.4%である。そして、 水深0メートルから200メートル、いわゆる大陸方の面積が、大西洋では8.7%を占める、太平洋5.6%、0メートルから2000メートルの区分では19.8%、同12.9%となる。このため、大西洋の平均深度は三大太陽、太平洋、大西洋、インド洋のうち最も浅い3736メートルである。なお、 大西洋での最新地点は、プエルトリコ海溝に位置し、8605メートルである。海洋堤の骨格となる構造は、アイスランドから南位58度まで、大西洋のほぼ中央部を南北に約16000キロメートルに、渡って連なる大西洋中央海嶺である。なお、海嶺、海底にある山脈の長部の平均水深は2700メートルである。地質時代に、 プレートの運動によって、南北米大陸と欧州、アフリカ大陸が分裂し、大西洋海底が拡大していった。中央海嶺はマントルからマグマが吹き出た場所である。太平洋と比較すると、海嶺、大西洋中央海嶺を除く闇山の発達に、乏しい。大西洋はほぼ、大西洋中央海嶺の働きだけで形成された、太陽であり、このため両岸の海岸線は、 海嶺が形成されて分裂する前の形状を残している。この海岸線の類似はアルフレート・ベーゲナーに大陸移動説を発想させ、プレートテクトニクス理論を発達させる契機となった。海底に泥や砂あるいは生物以外が堆積しているのは他の太陽と同様だが、大西洋は他の太陽と比べて水深の浅い場所が多い。大西洋の沿岸部では 河川などによって陸から運ばれた物質が溜まって熱く堆積している。そして沖合、沿洋には粒子の細かい赤色粘土、南米、プランクトン死骸などが堆積している。こうした大西洋の堆積物は最大で約3300メートル堆積している。大西洋の堆積物は太平洋の堆積物と比べると非常に厚い。この理由としては 太平洋に比べ大西洋が狭く、堆積物の主な供給源である陸地からどこもあまり離れていないこと、太平洋に比べて注ぎ込む大河が多い上に、河川の流域面積も広く、河川が侵食して運搬してきた大量の土砂などが流れ込むことなどが挙げられる。大西洋に流れ込む河川中で最も土砂の流入量が多いのは、アマゾン川で年に14億トン以上の土砂を 大西洋に運び込む。また、海底には、万ン段階のような磁性金属鉱物も見られる。万ン段階は、大西洋の深海部に広く分布するが、中でも南大西洋に多い。大西洋の平均水温は、摂氏4度、平均塩分濃度は35.3パーミル。この水温と塩分濃度は、共に、他の太陽とほぼ同じである。なお、 海水の塩分濃度は均一ではなく、熱帯降雨が多い赤道の北や、極地方、川の流入がある、沿岸部で低く、降雨が少なく蒸発量が、大きい北二25度付近と赤道の南で高い。また、水温は極地方での低く、摂氏2度から、赤道の北の摂氏29度まで変化する。なお、大西洋の南緯50度付近には、 表面付近の海水温が急に2度から3度変化する潮境が存在し、ここは南極収束線と呼ばれるちなみに、この南極収束線はインド洋や太平洋にも存在し、インド洋の場合も南緯50度付近だが、太平洋は南緯60度付近と位置が大きく異なっている。また、俗海である地中海は高温乾燥地域にあるため、高温、 公園分であるが、ここからジブラルタル海峡を通って流れ出た水は、比重が重いために沈み込みながら、数千キロメートルにわたって、特徴を保ち続ける。大西洋の表層に存在する、主な海流は、北から、東グリーンランド海流、北部、寒流、北、大西洋海流、北部、暖流、ラブラドル海流、北西部、寒流、メキシコ湾流、西部、 南流、カナリア海流、東部、寒流、アンティル海流、西部、暖流、北赤道海流、東部、暖流、赤道を越えて、南赤道海流、西部、暖流、ベンゲイラ海流、東部、寒流、ブラジル海流、西部、暖流、フォークランド海流、南部、寒流である。このうち、北、大西洋においては、メキシコ湾から、 北アメリカ大陸東岸を通って西ヨーロッパへと流れるメキシコ湾流の西部、そこからアフリカ大陸西岸を南下するカナリア海流、アフリカ西岸から赤道の北を西へ流れカリブ海やメキシコ湾にまで流れる北赤道海流は北、大西洋は熱帯循環と呼ばれる時計回りの寒流を成している。同じく南大西洋においてもアフリカ西岸から ブラジル北東部にまで東に流れる南赤道海流、南アメリカ大陸東岸を南流するブラジル海流、南アメリカ大陸南部から南極寒流の北縁を東に流れる南大西洋海流、そしてアフリカ大陸南端から北上するベンゲラ海流は南大西洋亜熱帯循環と呼ばれる反、時計回りの寒流を成しており、大西洋には南北二つの寒流が存在していることとなる。 大西洋の海流の中で最も強く流量があり、また重要な役割を果たしているのはメキシコ湾流である。メキシコ湾流は北アメリカ大陸東岸から西ヨーロッパ沿岸を通り、北海から北極海方面へと抜けるが、この海流がもたらす熱量は膨大なものであり、この海流の影響によってイギリスやヨーロッパ大陸西岸は井戸に比べて温暖な気候となっている。この地域の 夏季はそれほど気温が上がらないものの冬季も気温がさほど下がらず温暖な気候は西岸海洋性気候として欠片の気候区分の一つとされている。逆にメキシコ湾流はアフリカ北岸で南流して寒流となるカナリア海流は寒流であるため付近で上昇気流を発生させないため沿岸はサハラ砂漠の一部となっている。またベンゲラ海流も同様であり、 沿岸のナミビアの海岸は典型的な西岸砂漠となり、ナミブ砂漠を形成している。また、現在の地球の海には、地球全体をめぐる海水大循環があるが、この大循環の起点は、北、大西洋にある。北、大西洋の極海で冷やされた海水は、北、大西洋深層水として沈み込み、大西洋深層流として南下し、 太平洋やインド洋で温められて、氷層水となり、インド洋から流入して北上して戻ってくる。これらの海流、循環は、地球全体の気候に影響を与えるくらいに、多くの熱を輸送している。ところで、北、大西洋の中央部にある、サルガスソ海には、木立った海流がない。これは、南赤道海流、メキシコ湾流、北、大西洋海流、 カナリア海流によって構成される大循環の中心に位置し、これらの循環から取り残された位置に、このサルガスソ海が存在するからである。また、ちょうど、この場所は亜熱帯の無風帯に属するため、風も、ほとんど吹かない。このため、蒸気4海流から吹き寄せられた海藻類、いわゆる流れもが、多く、風がない上に海藻が船に絡みつくことから、 航海に小船を使用していた時代には難所として知られていた。なお、このサルガスソ海付近は大西洋の中でも海水面が少し高くなっている場所であることでも知られている。大西洋には各大陸から多くの河川が流入する。流入河川のうち水量、長さとも最も大きいのは南アメリカ大陸から流れ込むアマゾン川である。アマゾン川の他にも 南アメリカ大陸からは、オリノコ川やラプラタ川、サンフランシスコ川などの大河川が流れ込む。中でも、ラプラタ川は、南アメリカ大陸南部の大半を流域に持ち、アマゾン川流域と南アメリカ大陸を二分する広大な流域面積を持つ。北アメリカ大陸で最も重要な流入河川は、セントローレンス川である。河川自体の長さはそれほどでもないが、 五大湖を水源に持ち広大な流域面積を持つ。それ以外にも、ハドソン川など多くの河川が流入するが、アパラチア山脈が大西洋岸からそれほど遠くないところを走っているため、大西洋に直接流入する河川はそれほど長くない。アフリカ大陸からの流入河川では、西アフリカのニジェール川と中部アフリカのコンゴ川が特に大きい。その他にも、 セネガル川やオレンジ川など多数の河川が流入する。ヨーロッパ大陸からはグアダルキビル川、タホ川、道路川、ジロンド川、ロワール川などが流入する。大西洋は生物の種数が少ない。様々な分類群において太平洋やインド洋に比べて数分の1程度の種数しか持たない。これは大西洋が大陸移動によって作られた新しい海であること。 他の海洋とは南北の極地でしか繋がっていないために生物の移動が困難であることなどによると考えられる。ちなみに大西洋の魚類の総種数よりアマゾン川の淡水魚の種数の方が多いとも言われる。大西洋の各地には魚場が点在するが特に大西洋北部はメキシコ湾流が寒冷な地方にまで流れ込むために海水の攪拌が起き 世界屈指の工業場となっている。メキシコ湾流とラブラドル海流が出会う北、アメリカニューファンドランド沖のグランドバンクや、北海やアイスランド沖などの大西洋北東部が特に工業場となっている。北、大西洋の生産性は全般的に高いが、サルガスソ海だけは品栄養で、漁獲量も非常に少ない。しかしこのサルガスソ海は、ウナギの産卵場所となっており、 ヨーロッパウナギやアメリカウナギはここで産卵し生育した後各大陸に向かう。南大西洋はベンゲラ沖に優勝域があり、アフリカ沿岸は豊かな魚場で、南アメリカ沿岸も生産性は低くないが、太陽の中央部はメキシコ湾流のような豊かに栄養分を含む海流が存在しないため、生産性は非常に低い。 大西洋沿岸のほぼすべての地域には、有史以前から人類が居住していた。紀元前6世紀頃からは、カルタゴが大西洋のヨーロッパ沿岸を北上して、イギリスのコーンウォール地方とスズの交易を行っていた。その後もヨーロッパ近海では、沿岸交易が行われていた。1277年には、 地中海のジェノバ共和国のガレー船がフランドルのブリュージュ外交のズーインワンに到着し、これによって大西洋を経由し、北海、バルト海と地中海を直接結ぶ商業航路が開設され、ハンザ同盟が力を持っていた北海、バルト海航路とベネツィアやジェノバが中心となる地中海航路が直接結びつくこととなった。この大西洋航路の活発化により、 それまでの内陸のシャンパーに多い位置に変わって、フランドルのブリュージュが、その後はアントウェルペンがヨーロッパ南北航路の結節点となり、ヨーロッパ商業の位置中心地となった。最も古い大西洋横断の記録は、西暦千年のレーフ・エリクソンによるものである。これに先立つ9世紀頃から、バイキングの一派であるノース人が、 本拠地のノルウェーから北西に勢力を伸ばし始め、874年にはアイスランドに植民し、985年には赤毛のエイリークがグリーンランドを発見した。そして赤毛のエイリークの息子であるレーフ・エリクソンが、ビンランド、現在のニューファンドランドに否定されるに到達した。しかしこの到達は一時的なものに終わり、グリーンランド植民地も15世紀頃には、 寒冷化により全滅してしまう。一方その頃、南のイベリア半島においては、ポルトガルのエンリケ航海王子が1416年頃からアフリカ大陸沿いに探検船を南下させるようになった。この探検船はその頃開発された、キャラック船やキャラベル船を利用し、航海の安全性を上げており、これによって遠方の探検が可能になった。 1419年にはマデーラ諸島が、1427年にはアゾレス諸島が発見され、1434年にはそれまでヨーロッパでは世界の果てと考えられていたラスブジュドゥールを突破。以後も探検船は難化し続け、1443年にはアルギンを占領し、1488年にはバルトルメウディアスが希望峰を発見し、 アフリカ大陸沿いの南下は終止符を打った。このアフリカ大陸沿岸航路の発見により、旧来のサハラ交易は大きな打撃を受けた。アフリカの大西洋沿岸にはヨーロッパ各国の召喚がのを連ねるようになり、それまで内陸のサハラ砂漠を通過していた交易ルートの一部が大西洋経由に振り向けられるようになった。ただしサハラ交易は内陸部においては依然盛んであり、 交易ルートが完全に大西洋経由へと振り返られるのは19世紀後半までずれ込んだ。1492年にはスペインの講演を受けたクリストファー・コロンブスが大西洋中部を横断し、バハマ諸島の一つであるサンサルバドル島に到着した。以後、スペインの植民者が次々とアメリカ大陸に侵攻し、16世紀初頭にはアメリカ大陸の中央部は、 ほとんどがスペイン領となった。一方、コロンブスの法が伝わって、すぐ1496年にジョン・カボットが北大西洋ブリストルから精神し、ニューファンドランド島へ到達。メキシコ湾流とラブラドル海流が潮目を成しており、世界有数の工業場となっているニューファンドランド沖で、彼らは大量のタラの魚群を発見した。タラは、日持ちも、 よく価値の高い魚だったため、この方が伝わるやすぐに、フランスやポルトガルの漁民たちは退去して、大西洋を渡り、タラを取るようになった。1500年には、インドへの航海中だったペドロ・アルバレス・カブラルが、ブラジル北東部に到達し、1494年に、締結されたトレデシアス条約の分割線の東側だったため、ポルトガルによる開発が行われるようになった。 1513年にはバスコ・ヌーニエス・デ・バルボアによってアメリカ大陸が最も狭まる地点であるパナマ地峡が発見され、1515 15年にはパナマ地峡を越える最短ルートである王の道が発見されたことでアメリカ大陸を越えるルートが利用可能になった。1520年にはフェルギナンド・マゼランがマゼラン海峡を発見し、 大西洋と太平洋をつなぐ航路が利用可能になった。もっとも、マゼラン海峡は波の荒い難所である上経済の中心地域から遠く隔たっており、船を開港する際には利用されたものの、商業航路としてはあまり利用されなかった。太平洋からのルートはむしろ中央アメリカのパナマ地峡やメキシコを通過することが多く、1566年からはベラクルスやポルトベロといった 太平洋からの貿易ルートの終着点をめぐり、スペインのセビリアを目指すインディアス艦隊が就航するようになった。この航路によって新大陸で採れた銀がスペインに運ばれ、スペインの流星の基盤となった。一方でこうしたスペインの艦船に積まれた財宝を狙う市略船や海賊もこの頃から大西洋に出没するようになり、そのうちの一人であるイギリスのフランシス・ドレイクは、 1578年にドレーク海峡を発見している。これらのヨーロッパ人のアメリカ大陸移住によって、大西洋両岸において、いわゆるコロンブス交換が起こり、両大陸の文化に重大な影響をもたらした。旧大陸からは小麦や牛、鉄などがもたらされる。一方、新大陸からはトウモロコシやジャガイモ、トマトやタバコなどがもたらされ、両地域ともに盛んに利用。 生産されるようになっていった。17世紀には南アメリカからアフリカ大陸にキャッサバがもたらされ、キャッサバ革命と呼ばれる農業技術の革新が起こった。また、蒸気の諸航路の発見、開発によってアジアや新大陸の富が大西洋経由でヨーロッパ大陸へと流れ込むようになり、ヨーロッパ大陸の経済重心は大きく変化した。 アジア交易の起点であるリスボンや新大陸交易の拠点であるセビリアはいずれも大西洋に面した港町であり、それまでのヨーロッパ域内貿易に依存したバルト海、地中海地域から域外交易を握る大西洋地域及びそれと直結した北海地域がヨーロッパの新たな経済の中心地域となった。17世紀に入ると、 スペインの勢力は衰え、オランダやイギリスなどの新興国が大西洋交易を握るようになった。一時は各国が競って大西洋交易を担う西インド会社を設立したもののうまくいかず、やがて大西洋交易は一般商人によるものが主流となった。また、スペインの勢力縮小に伴って小アンティル諸島には空白地域が点在するようになり、 そこにヨーロッパ諸国が競って植民地を建設していった。北アメリカ大陸においては1607年にイギリスがジェームズタウンを建設し、さらに1620年にメイフラワー号に乗ったピルグリムファーザーズがプリーマスを建設して、以後農業移民が続々と大西洋を渡って北アメリカ大陸東岸へと押し寄せ、18世紀末には アメリカ東部13植民地が成立していた。これらの植民地はいずれも大西洋岸から内陸へと進出して建設されたもので、主要都市はいずれも大西洋岸にあり、本国並びに西インド諸島との大西洋交易を基盤として発展していった。18世紀にはヨーロッパの工業製品をアフリカに運んで奴隷と交換し、 その奴隷を西インド諸島やアメリカ南部に運んで砂糖や綿花と交換し、それをヨーロッパへと運ぶ三角貿易が流盛を極め、この貿易がイギリスが富を蓄える一因となった。一方で大量の奴隷を流出させたアフリカの経済は衰弱し、後の植民地化の原因となった。奴隷として運ばれた黒人たちはショーアンティル諸島やアメリカ南部、 ブラジル北東部など各地に定着し、やがて独自の文化を形成していった。この交易は、イギリス経済の根幹の一つとなり、イギリス商業革命の原動力になるとともに、西インド諸島やアメリカ植民地では、イギリス文化の流入が進み、商人以外にも、官僚や宣教師などの移動も活発化して、大西洋は、イギリス帝国の内海になった。上記の三角貿易の他に、 英国、北米、西インドを結ぶ奴隷を商品としない三角貿易も存在した。1763年のパリ条約によって、イギリスは北アメリカ大陸からフランスをほぼ撤退させ、北、大西洋の内海化をより進めた。しかし、やがて七年戦争の戦費負担を求められたアメリカ植民地が反発し、アメリカ独立戦争が勃発。 1776年にアメリカ合衆国は独立することとなった。19世紀に入り、アメリカ合衆国が大国となるにつれて、アメリカとヨーロッパを結ぶ北大西洋航路は世界で最も重要な航路となった。また、独立を達成したラテンアメリカ諸国も、経済的にはイギリスにほとんどの国が従属することとなり、大南米航路においてもイギリスは、 優位を占めることとなった。また、19世紀にはヨーロッパ大陸から移民が大西洋を渡って陸続と南北アメリカ大陸へと押し寄せた。この時期には輸送手段の革新と高速化も進んだ。19世紀に入って開発されたクリッパー船は小船の頂点を成すものでアメリカとイギリスが主な生産地であり、この両国によって使用され、これによって 大西洋両岸の時間的距離は大きく縮まった。1818 18年には最初の小船による定期航路がリバプールとニューヨークを結ぶようになり、1838年には蒸気船による定期航路がリバプールとブリストルからニューヨークにそれぞれ開設された。 1833年には最速で大西洋を横断した船舶にブルーリボン賞が贈られるようになってスピード競争が始まった。1858年にはアイルランドのバレンティア島とカナダのニューハンドランド島との間に初の大西洋横断電信ケーブルが付設された。このケーブルは失敗したものの、1866年に再付設された際には成功し、 以後大西洋の両岸を結ぶ海底ケーブルが次々と付設され、両岸の情報伝達は急激に改善された。1914年には大西洋と太平洋を結ぶパナマ運河が開通し、それまでマゼラン海峡を回るしかなかった船舶が中米地境を通過することができるようになったことで、両地域間のアクセスは飛躍的に向上した。 1919年以降、技術の進歩によって、大西洋を飛行機で横断することが可能となり、大西洋横断飛行記録に注目が集まるようになった。1919年5月には、飛行艇が着水しながら、ニューヨーク州ロングアイランドから、ポルトガルのリスボンまでの横断に成功し、同年6月には、ニューファンドランド島からアイルランドまでの無着陸横断が成功。 1927年5月20日には、チャールズ・リンドバーグが、ニューヨーク・パリ間の単独無着陸飛行に成功した。1949年には、北、大西洋条約機構が設立され、北、大西洋の両岸、北アメリカと西ヨーロッパが軍事同盟を締結したことによって、北、大西洋は巨大な軍事同盟の傘の下に置かれることとなった。北、 大西洋の両岸は北アメリカと西ヨーロッパという世界で最も開発された地域となっており政治的にも経済的にも関係が深い。この両岸の協調関係を重視する政治主張は大西洋主義と呼ばれる。北アメリカ大陸のアメリカカナダ両国はアングロアメリカとも呼ばれる通りイギリスから独立した国家であり両国間の関係が強い。これに対し メキシコ以南の中央アメリカ、南アメリカ地域はスペインを呼び、ポルトガルから独立した国家が多く、イベロアメリカとも呼ばれ、イベリア半島の両国との関係が深い。1991年からは、この両地域の首脳が、年1回集結する、イベロアメリカ首脳会議が開催されている。北、大西洋は、世界で最も開発された地域である西ヨーロッパと、北、 アメリカを結ぶため、世界で最も重要な航路の一つとなっている。資源としては、アフリカのギニア湾沖に油田が数多く存在し、ナイジェリア、赤道ギニア、ガボン、アンゴラ各国の財政を潤している。大西洋に面する都市で最も重要な都市は、北アメリカ大陸のニューヨークである。ニューヨークはアメリカのみならず、世界で最も重要な都市となっている。 ニューヨークが大きく成長したのは、大西洋岸の主要港であることのほかに、19世紀前半に、エリー・ウーンガによって、五大湖と連結し、内陸水系と大西広ミウントの結節点となったことが、爆発的発展の基盤となった。また、アメリカ大陸は、南北ともに、ヨーロッパ大陸からの大量の移民によって、建国、開発され、長らく創始国と密接に結びついていたことから、 その窓口となった、大西洋岸の港湾都市は大きく成長し、その国を代表する大都市になったものも多い。重要な港湾都市としては、北アメリカ大陸のボストンやニューヨーク、マイアミ、南アメリカ大陸のブラジルにあるベレン、ホルタレザ、レシフェやサルバドール、サントスなどがある。リオデジャネイロはブラジルで最も重要な港湾都市であり、ナポレオン戦争時に、 ポルトガル王家が疎開してきた時にはその首都となり、王家期間の際に王家が分裂して、ブラジル帝国が成立した時にはその首都となって、1960年に内陸部のブラジリアに移転するまでは、ブラジルの首都であった。アルゼンチンのブエノスアイレスは、ラプラタ川の河口にあり、ラプラタ川を利用したボリビア地方からの銀の輸出によって栄え、ラプラタ流域地方の中心として、 長く栄えた。これに対抗すべく建設されたのが、ウルグアイのモンテビデオであり、両都市はしばらく対抗関係にあったが、やがてモンテビデオは、事故の交易圏を中心として、ウルグアイとして独立し、ブエノスアイレスは、アルゼンチンの貿易や文化を一手に握る存在となった。これに反対する内陸諸州との間で何度か内戦が起こったものの、 対外貿易ルートを唯一握るブエノスアイレスの影響力は圧倒的で、ブエノスアイレス側の優位でこの対立は終了した。現在でもブエノスアイレスは国内ほぼ唯一の大規模港であり、国内の他地域からは建設した大きな存在感を保っている。アフリカ大陸においては、 ヨーロッパ諸国によって19世紀に植民地化が進められたが、その際の拠点となるのが大西洋岸の大規模港湾だった。本国との連絡や開発の都合もあり、植民地の首都も多くは、その大規模港湾都市に置かれた。1960年代に、その植民地のほとんどは独立したが、独立後の首都はそのまま大規模港湾都市に置かれることが多かった。現在でも、 セネガルのダカール、ガンビアのバンジュール、ギニアビサウのビサウ、ギニアのコナクリ、シエラレオネのフリータウン、リベリアのモンドビア、ガーナのアクラ、トーゴのロメ、ベナンのポルトノボ、アンゴラのルアンダといった港湾都市は首都となっている。一方で、コートジボワールのアビジャンやナイジェリアのラゴスのように、独立後に首都が内陸部に移転し、大経済都市としての役割のみ残っているところや、 モロッコのカサブランカやタンジール、ベナンのコトヌーやカメルーンのドゥアラ、コンゴ共和国のポアントノワール、南アフリカ共和国のケープタウンのように、純粋に港湾都市として成長してきた大都市も存在する。モーリタニアのヌワクショットも大西洋岸の都市であるが、ここは独立直前に行政を担うための都市として建設された計画都市である。ヨーロッパ大陸においては、 大西洋に面した大都市はそれほど多くない。これは、俗界である地中海やバルト海、沿海である北海内の経済活動の方が従来大きかったことによる。ポルトガルのリスボンやアイルランドのダブリンを除けば、あとは首都は存在せず、イギリスのリバプール、ブリストル、プリーマス、グラスゴー、アイルランドのコーク、フランスのブレストやボルドを、 ポルトガルのポルト、スペインのカディスなどの数十万人規模の港湾都市が点在する。これらの都市は18世紀から19世紀にアメリカ大陸との貿易によって繁栄した。数年に一度の頻度で発生する現象で、太平洋のエルニーニョ現象ほど水温偏差は大きくない。周辺地域の南アメリカやアフリカの気候への影響は大きく、熱帯域で、 洪水や干ばつを発生させる要因となっているほか、エルニーニョにも影響を与えていることも示唆されている。発生のメカニズムは、エルニーニョ現象と同様に、数年に一度、弱まった貿易風の影響で、西側の断水が東へと張り出す。タイプと、赤道の北側で、海洋表層の水温が通常よりも温められ、温められた海水が赤道域に輸送されるがあると、考えられている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。